おはようございます。今日の天気は雨降ってんのかな。でも晴れてない。おはよう。久しぶりの朝配信って感じ。金曜日ぶりか。おはようございます。今日は月曜日の朝です。頑張ろう。目がすっきりしてる。そう。でも昨日は結構遅くに寝ました。日曜日だった。結局1時くらいに寝ました。それでさっき起きてみたいな睡眠時間です。だから5時間半は寝た。土曜日の夜、土曜日の夜、昨日？ん？おととい？一個前の睡眠時間は、土曜日と日曜日の間の睡眠時間は10時間ぐらいだから、全然大丈夫。眠くならない。うん、朝起きた時は眠いけど、30分も経てばそんな眠くなくなる。うん、大丈夫だよ。あー、でも今日朝4時半ぐらいに一回起きたんだよね。またなんか最近そういうのが多いんだよね。あ、もう時間だと思って起きるんだけど、全然まだ寝れるから寝るみたいな。最近よくある。高校生の時は寝ても寝ても寝足りなかった。あー、どうなんだろう。青は寝ようと思えばいくらでも寝れるけど、寝れる状態。今日のミオヨロテラヒナ、そう、今日のミオヨロはテラヒナです。その前がマシモで、その前がミエミエで、その前がレニア。今日さ、朝も普通に目覚ましで起きたんだけど、
筋トレしてる夢見たの。筋トレして筋トレを始めようと思った瞬間に目覚ましが鳴った。おはようございます。そう、夢結構覚えてる方なんだよね。夢よく覚えるんですよ。もう筋トレしたの。朝はしないんですよ。夜しました。怖かった。ちょっとびっくりした。さすがに自分でも。おはようございます。意識高め。最近目なんて見てない。でも見てない方が眠りが深いってことだからいいんじゃない？初めてどのくらい？でもちっちゃいもんで始めたのは割と最近だけど、でも自分でもやってたから。そうそうそう、忙しいのかな。最近入社振り返り、そう、思いっきり外れちゃって。あれ、昨日は貼ってたよね。昨日は貼ってた。で、思いっきりビリビリって外れちゃって、貼ろうと思ったんだけど時間なくて貼れなかった。何か。夢占いするの面白い。怖い。たまに怖くなるときあるけど、夢占いよくするの。調べて。今までで一番記憶に残ってる夢って何？3歳の頃に見た寝室がお化けでいっぱいになる夢。なんかずっと入ってたんだけど、外した方がいいかなって時があって、外して、で日曜日にまたつけて、その外す外さないを繰り返したら取れちゃいました。おはようございます。昨日のフォトブログの詳しいないですとかに。なんかそう、なんか一言付け足そうかなと思って考えてで、なんか6月もうすぐで終わっちゃうねみたいな感じにしようかと思ったんだけど、なんかまだ早いかなって思っちゃう。まあ、そうではあるんだけど。バイオハザード見てるのされたんで今でも。バイオハザードは怖い。青もね、
なんかあれっていっぱい種類あるんですか？なんかわかんないけど見たことあるんですよ、バイオハザード。なんでかっていうとママとニーヤンがよく見てたから。でもあれは怖い。結構もう 2、3回見たくらい、2、3回くらい見た。怖い夢はすごい記憶に残ってる。うん、私めっちゃ覚えてる。それで朝ママに思いっきり怖い夢すぎて泣いたことある、昔。ちっちゃい頃。バイオハザード、何かな、何の種類か分かんないんですけど、なんか同じのをめっちゃ見てた。それだけだから。全然あのブロッコリーが好きって、ブロッコリーって3つ打ったのも特に意味はない。ポンポンポンって。朝の配信はずっとする。朝の配信はまあできるときはしますね。たまに夜だけとかの日もあるけど。確かに楽しいみたい。なんでだろう。怖くてできない。あ、ゲーム？バイオハザードだったっけ？怖いよね。青は最初見た時はめちゃめちゃ怖かったけど、2、3回目くらいからもうだいぶ慣れた。楽しい夢？あんま記憶にないかも。結構変な夢見るんですよ。目覚めよくする方法は、寝る直前に携帯を見ないこと。青はこれだけで目覚めが良くなります。日向坂さんのセミとか可愛いよね。日向坂さん、青はもともと柿崎恵美さん推しだったけど卒業されちゃって、今上村ひなのちゃんが好きです。今年出発する時間が来てしまいました。頑張って、頑張れ。なんでしたって。なんでだろうね、なんで見るんだろう。そう、スマホを見ないで寝ると多分ブルーライトとかの関係だと思う。獅子座が多い。確かに8月とか夏生まれが多いイメージ。そうそう、夢の国。ああね、そうですよね。多分すぐには行かないと思う。もう全然行ってない。
しばらく行ってない。ファンもしばらく行ってない。東京とかそっちの方行く、関東の方行くこと多くてもなかなか行くときないです。雨ね、最近雨が多いのかしらね。でも行ったことないんですよ。昔ちっちゃい頃とかもなくて、でも好きでした。一番最初にプールのゴーグル、一番最初に買ったプールのゴーグルはキティちゃんでした。でもありがとう。新潟って遊園地とかサントピアワールドかな。あ、まだずっと行きたいと思いながら全然行けてない。はよはよ。一度も行ったことがない。まあ楽しいです、楽しいですよ。でも青は家族で行ったことはあるけど、友達とかと行ったことの方が多いかな。泳げるの？泳げます割と。最近よくプールの話するね。泳げるんです実は。新潟でパパとママとご飯、青がお寿司食べたい。一人で食べることあんまないから。夢の国詳しい方、人並みじゃない、わかんない。めっちゃ詳しいわけじゃないですけど。すごい、あ、バタフライが一番できない。バタフライはすごくできないです。クロール得意なのは、一番クロールが得意。そう、リカさんとか詳しすぎるよね。めちゃめちゃ可愛い。ひなたさん、息継ぎなし。でも25メートルクロールで息継ぎなしで泳ぎちゃうと、背泳ぎ、あ、背泳ぎもまあまあ、クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライの順番、青の好きな順。まあでも背泳ぎと平泳ぎは同じくらい。何をしに行く？それは、青は圧倒的にジェットコースターに乗るため。そう、ジェットコースターに乗りたくて。ジェットコースター好きなんですよ、すごく。怖いけどめっちゃ乗りたい。
人メドレーできる。個人メドレーメドレーやってました。でもなんかもともとすごいママと4種目泳げるようになってから、あのならプールやめてもいいよみたいな話をしてて、まあ、4種目泳げるようになってメドレー行って、でメドレー行ってからやめました。そう、25m な、覚えてない、全然覚えてない。お腹空いてきた。50m プール、25m プール。50m のとこもあるけど、学校のプールとか 25m じゃん、大体。絶叫ジェットコースター、叫ぶ。あ、叫ばない人黙っちゃう。ヒーって言っちゃう。キャーは言わない、ヒーって言っちゃう。ターンもできるの、まあ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 。でも水中の中で回るのがすごい好きで、永遠に回ってたイメージでずっとテーマにして水の中で回ってました。二度寝します。二度寝してください。 25m プラタンク、確かに多い、往復がねちょいと多い。ヒーって言っちゃうんで、手を離す、手離せない。あ、なんかねすごいなんかふわってなるじゃん、落ちる瞬間。なんかそういう感覚になりたくてジェットコースターに乗ってるんだけど、でもそういう感覚になったら怖くて下に潜っちゃうんですよ。あとそう潜っちゃうんです。だからキャーってできない。コースター乗りたいな。お腹空いてきた。はよ、はよ。富士急、めちゃめちゃ行ってみたい。富士急ハイランドまだ行ったことなくて。行ってみたい、ジェットコースター乗りたい。朝ごはん何食べる？まだ決めてない。でも適当にお家にあるのを食べます。手を離す話だ。青は手は離せません、普通に。頭が起き出すとお腹いる、そういうことなのか。ジェットコースター楽しい。卵かけご飯は自分ではあんまり食べないんですけど、
たこともない家でも片手ちょいくらいで数えられるくらいしかまだ卵かけご飯食べたことないですね、観覧車はもあんま乗ったことない、てか2回くらいしか乗ったことない。今日の14時まで。そうです、オンラインおしゃべり会の7時は今日の14時までで、第8時受付が17時から始まります。そんなに少ない。あとね、あ、お茶漬け一回も食べたことなくて、お茶漬けの味が全く想像できないんですよ。お茶漬け食べたことあります？あ、ないんです。あれってお茶なの？お茶につけてあるの？そういうわけじゃないのか、わかんないけど。お茶漬けは食べたことなくて、なんかそう、もともとね、お兄ちゃんはめちゃめちゃすごい頻度でお茶漬けを食べてたんですけど、でも青を食べたことないから全然食べたことないけど、ええー、美味しいのかな。初めてのお茶漬けデビューしようかな。茶漬け28分ですね、あと2分。そう、お茶漬け、ちょっとママとママに聞いてみる。わかんない。じゃあ、ゆかりを迎えてありがとうございます。ハイト、ハイト、頑張る。続け。29分になった。今日もありがとうございました、朝から。夜はまた20時から配信するので見に来てください。ゲスト投資ありがとうございます。また夜に来てね。今日も頑張ってね。おう、あ、もう頑張ろう。バイバーイ、また夜。バイバーイ。